おはようございます、サトシーニョです。本日はですね、第36回ガチサバということで、三重県四日市にありますウイング四日市中央店さんにやってまいりました。じゃじゃん。はい、それでは、いつも通り下見の映像を撮ってきましたので、そちらの映像からどうぞ。さあ、ちょっと AT 機から見ていきたいと思います。ここがゴッドハーデスの島ですね。なんか今日寝台入れ替えだったみたいで、前日前々日が00多分移動してきたんでしょうね。このハーデスとかゴッドは全部00っすもんね。まあ、このハーデス初当たりなしで今859か。まあでもこのラインはちょっと多分リセットされるんじゃないかなと思います。はい、花花コーナーに来ました。ですね、昨日が寝台入れ替えだったらしくて、花花の新しいの入ってます。鳳凰です。進化伝承その先へと書いてありますけど、いやーこれね、打ちたいやっぱね、花好きとしてはこれはね、ちょっと打ちたいですよ。チャンスあれば攻めたいですけどね。10台入ってますね。この角になんかかなり確率いいですよ。6000近く回って合算が136分の1。まあでもちょっと履歴的に今日入ったばっかりなんで、14日だから今日だもんな、今日入ったばっかりだからちょっと攻めづらいですよね。多分寝台は寝台でも花々系なんで、力は入ってると思うんですよ。だから明日もチャンスあると思うんですけどね。ただちょっと絞りづらいな。はい、ニューキング花々のコーナーに来ました。で明日なんですけど、15日、こちらのホールさん四日市中央店さんっていう名前なんですけど、四日市中央、この中央っていう月の中央、15日にかけて明日月で一番強い日になってます。あとですね、1日も強いんですけど、9月の1日に星さんが来てるんですよね。9月1日にここっす。だからここのね、履歴はかなり参考になると思うんですよ。明日1日も強いですしね、明日もまあ15日で強い日なんで、この辺の、ね、傾向をちょっと見ていくと、明日の狙い台の絞り方に役に立つかなとは思ってます。で今見た感じ、2日間1日の前の8月31日と30日はおそらく回数がついてないような感じ で、この角台も1日良かったんですよ、さっき見たところによると。まあまあまあいい感じですよね。で花々系今バーと見たんですけど、1日の日比較的入りやすそうなところ、1日の日に比較的に入ってた台が角2角3、この辺の中で、結構ねあんな感じで入ってる台が多かったんで、なんでね明日も、角から3つ目の台ぐらいの花々は狙い目になるかなと思うんですよね。これクイーン花々な、この感じで結構ね出てるところが多いんで、まあちょっとその辺をねなんとか絞りたいんですけど、ちょっとはっきりした癖がねいまいちねわからないんですよね。こんな感じで、でこれもさっきのニューキング花々と一緒で、まあ、前日前々日多分おそらく回数そんなついてないであろうっていう台ですよね。まあ、その辺をちょっと目安に絞りたいなとは思ってます。はい、一通りですね下見の方をしました。明日の立ち回りなんですけど、現状やっぱり花々に行くのが一番手堅いかなと思います。やっぱ一番ね設定が入る機種なんで、花々にしようかなと今は思ってます。で朝一ですね、まあ、AT キーで立ち回れるそうな機種も今のところないんで、まあ、朝一ちょっと花で様子見て、でダメだったら、またちょっと考えながらいろいろ立ち回っていこうかなというふうに思います。もしかしたら2戦連続花々になるかもしれませんけど、まあ、しっかり勝てるように明日頑張りたいと思います。というような感じで下見の方をさせていただきました。まあ、朝一の立ち回りなんですけど、まあ、ゲーム数的にこうガッと狙えるような AT キーなかったんで、一番ホールさん力入れてる花々系をちょっと朝一はね攻めようかなというふうに思っております。で今日日付が9月の15日ということで、こちらウイング四日市中央店さん
まあ、中央のつく日ということでね、月で一番力が入ってる日になっておりますんで、お客さんもね今日は結構並んでます。で僕の前にもう20名ほどお客さん並んでますんで、まあ、その前の方に並んでるお客さんの動き方とか見ながらね、ちょっと立ち回り考えていきたいなというふうに思っております。階級が前回1個上がりましたんで、今回5000枚にチャレンジということで、5000枚出さないと次の上の階級に上がれないということで、ね、その辺も頑張って狙っていきたいんですけど、まずはねしっかり勝ちを収めるということで、花々のちょっと高設定をね朝一パッとしっかり積もって、しっかり1日分回して結果出せたらいいなというふうに思っております。それでは第36回ガシサバスタートです。お願いします。さあ入場です。まあね、前の人ほとんどね花に行くと思います。おそらく今までの感じは花に行く人多かったんだよ。お願いします。さあ始まりました、第36回ガチサバ。解説は私スタジオ田中とゴジャンです。じゃあお久しぶりです。お久しぶりです。ほう空いてましたね。クイーンよりやっぱ入金の方がいいんだ。みんな入金行きましたね。そう、ここね、はい、機種で全然違うの、動きが。入金はね、この両肩どっちから入ると思うんですよね。もうちょいクイーンに流れるかと思ったら、やっぱ流れないですね。そう、ほんとそう、全然違う、客付きが。お客さんバーって来てたんですけど、昨日履歴見てたら、前より若干稼働落ちてたんで、入金に流れるかと思いきややっぱそっち行ったか。あ、でもやっぱ学園ジャックとかしてる人いますね。はい、それでは、花花鳳凰、1台目打っていきたいと思います。さあ1台目は、収録前日に導入されたばかりという花花鳳凰ですね。ここ前クイーンだった確か。じゃあまあ動くところに、メインの花花を入れていくってことですかね。そう、前もクイーンは動いてたので、普通は花は動かなかった。ドラ花とか、そう、そういうパターンですね。これ3台目ですね。右角、通路側の角から3台目で、花花砲を打つんだったらこの角さんがいいなって思ってたんですよ。でその理由はね、別にめちゃくちゃ強い理由じゃないんですけど、後ろクイーン花花なんですけど、クイーンに入るんだったらおそらく角じゃないかなと。で比較的そのクイーンのあそこの通路側のかつトイレに近い角は入りやすいところなんですよね。で、あそこの角に入るんだったら、入ると仮定したらですよ、仮定したら、まあ、この鳳凰のかつ寝台の角にこんな分かりやすく朝一埋まりそうなところに入れるかって言ったら、俺が店長だったら入れないと。そうしたら角に加藤さんにちょっとずらしてるんじゃないかなっていう、安易な、すごい安易なんですけどね、その辺に入るんじゃないかなということで、ちょっと今回加藤さんを選んでみました。あとまあ空いてたっていうこともありますね。果たして当たってるかどうかちょっと打ってみないと分かんないですね。早速こぼしました。早い早いよ、本当に嫌になるよ。寝台でいきなりこぼすってどうなんだろう。これは宣戦布告か、花花鳳凰俺に対して。1回目のスイカでこぼしましたよ。さあ今回のですね、花花鳳凰、スペックはですね、過去の花花の中で過去最高の合成確率137分の1設定6で、今までは、ドラゴン花花の138が多分一番軽かったと思うんですけど、今回ねそれを上回る137分の1ということで、かなりね瞬発力が上がってます。連チャン性が高いですよね。であと機械割もですね、6だと 112% ということで、前作のニューキング花花、これと同じ最高の
目玉性能を誇っております。さあこちら花砲設定数速の部分でも新しいところ入ってます。レギュラー中のですね白7に倒しで、サイドランプが光る、あの偶数設定か奇数設定かの判別要素になった部分のところなんですが、今まではね光るって言ってもこのサイドランプ黄色にしか光らなかったじゃないですか。あれがですねなんと黄色以外緑と赤、危ねえ危なくないでしょ別に。でなんで色がついたかと言いますと、今までこう、まあ、右左どっちが多いかで奇数偶数の判別要素で使われてたと思うんですが、色がつくことによって、お光りました、初地下、まあ、レギュラー、189ゲームですね、189ゲームレギュラーと。まあ、さっきの続きなんですけど、こうビタでバットをして、おっコジョン、いきなり出たよ、今赤で光りましたよねびっくりした。で今赤で光ったと思うんですけど、これ要はその今右で光ったってことは、今まで右は偶数設定下だったんですよね。であそこが赤に光るってことは、その偶数設定をよりさらに、なんて言うんだろう、偶数設定だぞと。どんな分かりにくい説明だな。だから黄色で右が光るよりも赤で右が光った方が強い偶数設定下だということになるらしいんですよ。で赤は話聞くとなかなか出ないらしいん で今赤右で光ったんですよ。今の時点で、ね、かなり高い確率で偶数設定を示唆してるんではないかと言われてます。この辺もねでも数字がまだ出てないんで、詳しくは分かんないんですけど、今朝市初めて光ったレギュラーで、右で赤が光りましたから、これね2、4、6、この可能性がかなり高まったと。でその黄色緑赤3種類ありますんで、こう色が変わるにつれて強い設定さこういう風になってるらしいです。あ、これいきなり赤出ましたね、びっくりしたな。出た今2回目のせいかこぼしたんだけど、言わないでくれない、これスイカ全今のところ2回ともこぼしてるでしょ。1回取ってました。え、まあまあちょっとそうだね、あそうだね、でかくなってるかもね。どういうこと、後輩に気を使えられましたね今。OK ナイスフォロー、慎重に打っていきましょう。今日は最近ねこぼしすぎ、結構今作パネフラするのかな、ビッグ5なんか今周り見てますけど、えらいパネフラしますね。で今回のビッグ5のパネフラなんですけど、上しかパネフラ今までしなかったと思うんですが、上下のパネルがですねピカピカピカとフラッシュするパターンも今回新しく追加されたということで、上だけ光るパターンと上下が光るパターンと、まあ、それぞれあるんですけど、まあ、おそらく上下が光った方が高設定には期待できるんではないかと言われてます。あれ入金かなんか下パネも光った気がするけど ね、入金から多分導入されてます。下パネルも光ったよね、はい、光ってます、ね、光ってます、うん、全部パネフラしてるんですよね。で角と角には上下がパネフラ、左の台が上だけパネフラということで、右の角台がまだ1回しかビッグ引いてなくて、もう上下のパネフラでしょ。角にが角にもまだ1回しかビッグ引いてなくて上下、左の台が2回ビッグ引いて1回上のパネルがフラッシュした。こんな光るかね、今までだったらそんな光んないぞって言ってたら当てた、よし、288結構余りましたね。お
スペシャルテンパイも出ました。ほうの鳴き声なんですね。いいね、気持ちいい。はい、ビッグです。さあ追加投資が、300枚。いやー待ってたよビッグボーナス。さあやっぱこのサイドランプの光も黄色の色が強くなってますね。チェリカイ、前はもうちょっと薄かった気がするんですけど濃い黄色になってます。さあ来た、よし来た、スリーカー滑ってきましたよ。はい、スリーカー1と。けどこれさ、はい、多分普段プライベートで言った時はもう相当こぼしてるよねスリーカーね、これね。いや多分収録だから気使ってます、こぼすことに、ね、はい、いや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 、え、あのしっかり目をしようと第一停止で止まってます。 だからプライベートで打ってる時多分これ相当こぼしてるよねこれね、この打ち方多分全リーで振りをしてるってことありますチェリーも取ってるんですチェリーが取ってるだろさすがにすいませんおっ見えますか、光ってるの、青く光ってるの、葉っぱが今回は本当に勝ってます。前あったからね、確かにやりました。あー相変わらず面白いな。いや気持ちいい、早かったっすね、26ゲーム。いいっすよいいっすよ。さあ来い、引かれ、パネルはなし。しかしスイカが1回出ました。ここでリック今2回引いて、スイカが2回と。さあこのまま確率も上がっていっぱい出てほしい。おほほほ、いや早いっすよこれ、何ゲームだ、7ゲーム。縁起がいい、ちょっと今度は白で。はい、あービッグ、いやノリノリっすよこれ、楽しい、やっぱいいな、花々は。お、来た、綺麗だな、おほほ、スイカだ。いや今日いいっすね、よし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 、いいぞいいぞ。おお、また来たか、スイカか、あはチェリーか。サイドランプがねビッグ中光っただけでワクワクできる、今日は幸せです。光れ、あー光らない、うわもう気づいたら87、あっという間に超えてましたね、100円も超えてたの。あー残念ながら5連チャンならず、3連で終わりましたね。あのクイーンのカードは絶対入って、絶対とか言うのやめようもん、ハナハナで分かんないもん結局前回もなんか中途半端な感じで終わったし、左の台強いな、めっちゃ光りますね。チャンス来い、おっしゃ来た、よーしゃービッグ、213ゲームですね。いやー綺麗だ、相変わらずの綺麗さ、やっぱ台が新しいから余計綺麗く見えますね。さあ残念ながらスイカは出なかったっすね。お、パネフラした、上部だけパネフラ、やっぱ今作は結構パネフラすんじゃないかな、ビッグを。もう僕の台も含めてこの角から4つの台だけで何回出てる、ね、1、2、3、4、5、もう5回も出てます。内側の両下のガスライン、あ、そう、おお、いいね。ってことは、ってことは向こう側の反対側のニューキングの島は角3がいいと。どう角3出てる、
出てる出てるでしょ、俺ら見ろ、なんだこの会話もう分かったでも今いいってことは俺が後相撲できないよ。あ、めっちゃ出てるやんもう無理じゃん。いやでもね、俺にはオキドキっていう手があるから、オキドキはバレないんだ。でキングの花があそこ加納さんが出てるから逆の左の方の島は角が出ると思うんだよね。よし勝った、 B 級1角、よっしゃ。さあ連チャンしました、82ゲーム追加出ず、金払ってくれ、来い来い来い、ないだけど良さそうだよね、かなり良さそうです ね、まあ、レギュラーがちょっと弱いのかなとは思いますけど、ちょっと左の台が強すぎるな。やめようかな。いやでも沖縄の人たちこういう立ち回りですね。いやあそこが強いからこっちに入れる理由はないだろうっていうので、すごい参考にさせてもらいましたけど、もうやめていいかもしれないな、あまりにも左が強すぎるね。はい、ちょっと今307ゲーム、累計で1112ゲーム回したんですけど、ちょっと一旦やめたいと思います。でやめる理由なんですけど、この台まだわ、まあ、ちょっとガサも悪くなっちゃいましたし、まあ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 1000ゲームぐらいじゃ分かんないんですけど、その左の台がねすごい強いんで、並びでねあんま入るようなホールさんではないんで、ここはちょっと一旦引いて、他の台ちょっと打てる台ないか探したいと思います。はい、ちょっと2台目なんですけど、このニューキング花々これに打ちたいと思います。まあ、台今49ゲーム回ってノーボーナスなんですけど、まあ、履歴とかも別に気にしてないんですけど、選んだ理由がですね、これ島、ちょっとねこのホールでこういうの見たことないんですけど、僕もう全部ねすげえ出てるんですよこの島。これ今見てもらえるかな、この角ももう2箱積んでるでしょ、これ全部ね確率いいんですよ、この角の2台もすごくないですか。で前台ねあのいいん で今回ってないのがこの2台ですか。でこの台が200、まだこれもね全然回ってないんで265でレギュラーが1回っていうだけなんで、このね島の状況見たらもしかしたら全台機あるんじゃないかってことで、ちょっと打ってみますわ、この台をちょっと打ちます、ニューキング花々。僕思うんですけど全台系っていうのが、まあ今までないってサトシさん言ってたじゃないですか話をしてたらこんなことになってるはい、先ほどのニューキング花々やめて AKB 移ってきました。でこちらの台なんですが、現在ノーボーナスで303ゲーム余りと、で前日がですね130ゲームでやめられてるんで、背置きであれば433で、リセットがかかってたとしても、当日303ゲームはまってるんで、まあ、リスクは少ないだろうということで、この台を、天井狙いで打っていきたいと思います。はい、3代目はパチスロー AKB48 前作の方ですね。うん、久々だねサトシ打つのね、はい、いや AKB 打つのいつぶりだろう、ちょっとプライベートでももう覚えてないぐらい打ってないですね、半年以上打ってないと思うな。AT 機、RT 機に関しては、ホール全体的に背置きがかなり多いです。なのでこの台も背置きなんじゃないかなと思ってるんですけど、 AKB ですこちらです、はい、よろしくお願いします。スタンバイモードです。さあ330ゲームスタンバイモード入りました。
まあ、この辺で前兆が来るってことは、まあ、前日が130ゲームやめと考えると、まあ、おそらく据え置き。でもなこれガシサバで AKB そう本当に400の像は当たんないんだよな。やっぱり外れましたね。本当に苦手だ。ガイ様の AKB は本当に苦手だ。せめて押し目にチャンスだけだもん。赤文字。よし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 。ここで当てればいいんだ。じゃあさっきの強チャンス目から、押し目にチャンス入りました。ここ大事です。ベルコイ俺これ全然当たったことないよ。いや僕もそうなんですよね。ベル 10% ぐらいでしたっけ確か。うん、そう。いやそんなないっすよ。でも俺もない気がする。、うん、ここは生かさないと。頼むよ頼む。うわよし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 、まだあるまだある。よいしょ。うわくっそ当たらねえんだ。ダメでした。いや継続までこぎつけたんですけどね、残念ながら当たらずと。大概ガスタバでね AKB のね天井狙いすると一番深いところまで連れてかれてじゃんけんボーナスっていう、大体この絵なんですよ。じゃんけんボーナスいいじゃん。3分の1で言われてたよだって、はい。でもビッグだったら約 50% って言われてますから。約 50% でしょ、約でしょ、はい、向こうは3分の1だよ。ガチ抽選強いキャラ、強いか。お？あれ追加だよ、まあ、状態は良さそうですけど広角にはいそうな。どうかな。おお、あるか？おしめにチャンス。いけ、高にま、よし、やった。おしめにチャンス当たりました。広角弱水化すか。これ当てるぞ。やばい、全然当てれる気がしない。さあラスト。うわー。またダメか。さあ490ゲームで全長っぽいレースきましたね。600前半のところのゾーンだと思います。余裕越しで。あ、出た。嘘だろ。おお、でもやって AKB でもスイカをこぼすなんて。もうさ、第3とかでスイカのナビ来るんだったらもう出なくていいんだよ。早めに欲しいんだよ、こぼす俺としては。早めに何してくれないとこぼすでしょ。当たるかそんなもんで。さあいよいよ777の天井に向かって刻一刻と近づいております。今日初めて青まで行きましたね。ずっと白だった。赤文字。あれ当たった。やった。777まで行かなかった。550かな。ここの後なんですよ問題は。これね、今までのガチサバの傾向からいくとじゃんけんボーナスが出てくる可能性が非常に高い。さあ運命の瞬間。お、あれ
あ嘘でしょ、レギュラーじゃんかよ、出たよじゃんけんボーナス持ってるわ、ちゃんと揃えろよ。あーもう、あー最悪だ、ピズどこ、僕中す、俺右まあここはねもう右から押すって決めてるんで、僕は石角目を出してやろうと思います。いやうわすげえやったよ。でバター叩くときに右来いって叩けばいいんだよ。そうなんですよね、うん、そう今日初めて、今日初めていいところを見せれたんじゃないでしょうか。神隠らしぶち込んでやりました。よっしゃ、いやー一安心。さあここからですよ、ここ大事、どれだけ乗せれるか頑張っていきましょう。お3人、あまあまあまああれがあるか、3回はあれですよね、久しぶりですからあんま覚えてないですけど、3回もはナビあるんだよな。ちょっと見せてくださいよ、50乗ったんだったら。いっぱいいるから次も大丈夫、ここは大丈夫、青だけど。よし、やばい1人だ。あしかもあれ70も乗ってる、どっかで50乗ったな、全然分かんなかったけど、青かい。あー70か、あ80か、まあまあまあ、でもあでも100惜しかったですけどね。やっぱしばらく打ってないと忘れますね、昔よく打ってましたけど。さあ弱チャンス目、もう一丁、赤まで来い。あーコスメを解き放て、高橋名人連打、よっしゃー当たったさあ上乗せ10ゲーム、いやいやいや、もう10ゲームもらえただけでも嬉しいです。いや AKB ので10はでかいですよね。さあボーナスもついてくれると嬉しいよ。どうかな、あー弱い、あー厳しいですね、さすがに。おでもこっから16心拍ゾーンに、さあどうか、お赤きた、ちょっと期待持てる、これはどうか、あるか、今の赤はでもチェリーの赤かな、チェリーの赤っていうか子役聞いたから赤が出てきたのかな。でもここでチャンス出た、これはあってもおかしくないですよ。さあミッション発展先は、来た、これはもらったでしょう。てかゼブラ出てませんでしょ、今ゼブラ出てますよ、そう、はい、これはある、今多分ゼブラ出てましたね、つなぎました、つながりましたよ。なんでレギュラーなんだ別に映画レギュラーでもここはちょっと赤なの欲しかったですけどね、目玉伸ばすために。いやこれぐらいじゃ全然まだ投資取り返せないんだよな。よし強制来い、強制来い、強制来い、よし強制来た、よし、うわでかい、よしやった、確か5分1ぐらいですよね強チェリー 20% ぐらいだったと思います。あーこの強チャンスで入ったんですね、これはでかい、まくれるチャンス、おお、すげえ、もう一個来た、もう一個来た、え、どういうこと、どういうことだろう、さっきの強チェかな、それともこの弱チェか、弱チェで乗ったんですかね、これ何、2個ってことですよね、あるよ、
逆転ありますよこれ。強手とチャンス目でしょ。そうですね、強手とチャンス目なんで今の場合だと弱チェリーだったら本当スーパーですね。 5% ぐらいだったと思うんで。だからまあ普通に考えたら強手と強チャンス目。そうですね、うん、一回落ち着きましょうさあ、ですね、先ほどの AKB ボーナス中にですね、子役から2つも超絶サプライズコンボをゲットしましたんで、ここ多分今日の最大の見せ場になるかと思います。これでね、今日のお菓子様の運命が決まるよ。じゃあ行きたいと思います。さあ超絶サプライズコンボ、すべてダブルラインで揃います。ダブルラインは確か8分の1でフリーズするんで、いかにここで大量上乗せできるか。さあまず1回目、あーフリーザーならず、背景は黄色。よいしょ、さあ上がれ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 。さあ50乗りました。さあフリーズはなかなかしません。手が震えるぜ。よいしょ、さあこれで90ゲームか。フリーズならず。8分の1は相当低いですよね。いや、危険よね、8分の1なかなかね。頑張れ、サトシ。これはフリーズにしてほしいな。なあ、1回は欲しいよな、はい、どうか。よし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 、継続、とりあえず継続。よ、赤いよ。さあ来るか、あやばいかも。赤で一人。ゼブラ出してくださいよ。赤だとこうなんかちょっとチャンスなんだよね、フリーズするね、はい、フリーズしないな。おお、いっぱいいる。これは安心して打ってます。さあ上がれ上がれ。さあ50きた。これで270。しかしまだフリーズを見せることができない。おお、めっちゃいますよ。これはどうなんだ。来るかフリーズ。いっぱいいたけど継続の下かな。ない。そうかそうか、あれは継続の演出かな、これは。いやけど続くな。これ強いっすよ、マジで。頼む、1回ぐらいフリーズしてくれ。あー終わったいっぱいいたけど310か、まあ最低限乗せたと思うんですけど、いやフリーズ見せれなかったのがすごく残念ですね。あ、手がすごい痺れてます。めっちゃ緊張してました。いやけどよう乗せたな、はい、確かに超叩きどころですからね、あれ。 あそこわーわー喋ってたと思うんですけど、ちょっとあまりの緊張感で軽く酸欠です。手が痺れてふわふわしてます。まあわかる、すごくわかります。まあ一時はね、はなはなで、あんだけ2代目のはなはなでちょっと先輩マイナスどうなることかと思いましたけど、チャンスはいただきました。こっからどれだけ伸ばせるか。おっと来たよ、ケイ、もう一度来い。あー1と2はね変わんないですよね、確か来たけど。あー弱だよ。おーでも乗った、10かな。あ20、いいねいいね。いやー今のねこう積み重ねるのは嬉しいっすよ。さあおっと、ここで強チェリー大チャンス。
あ、次まで来い。あ、どうかな、確定ですからね。さあ、眉を解き放てるか。あ、しかし青い、厳しいか。連打連打連打。お、今日上乗せいいです。眉眉いつだと知らないの確定。いや、わかんないですけど、 AKB やっぱり忘れてるのもあると思うんですよね。あ、なるほどね。さあ、どうか。あるよ。あー、復活は。あー、あー、でもここで、ね、わかんないわかんない。こっから、こっからあるよ。こっからある、こっからある。あー、ちょっと弱いな。あー、厳しい。さあ、ゲーム数が100ゲーム付近になってきました。ここ大事な局面。さあ、お願いします。あるよ、あるよ、あるよ。よし、やったー、ありがとう、マイン。99ゲームしっかり当たってくれました。パルハだったのに。よーし、ついに来ました。うわ、どれ選ぼうかな。さあ、ちょっとここはカラオケでよく歌う Give me five だ。カラオケで歌うの。なんで。あ、けど AKB はカラオケで歌うよね、盛り上がるから。おお、ちょっとすいません、共感はできないですね。え、嘘。はい、歌う歌う。お、どうするか来たよ。お、おお、今日チェリー、これは可能性ありますよ。やっぱこうギターとか持ってる女の子はかわいいっすね。ほんと高校生ぐらいの頃はシャカラビッツのウキちゃんとか大好きでした。むちゃわかる。俺知らない。何。いや、シャカラビっていうあのパンクバンドがあるんですけど、あ、パンクバンドって言ったら変ですけど、サトシさんと僕同い年なんで音楽聴いてる音楽とかも合うんですよね。これはあります。さあ、ラスト5ゲーム。このね、ボーナス中にジャックスイカ2回、強チェリー1回、強スイカ1回、強チャンスも1回引きました。強チャンスはね、 A か B かちょっと判別してないですけど、これはありますよ。あってもおかしくない。あれ、生きたね。やはりここでダブルで揃えばまた。さあ、シングル。まあ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 、まあ、まだあるかもよ。1個か。はいはいはい。まあでもとりあえず1個サプライズコンボをゲットしました。よし、これでまた上乗せ。さあ、どれだけ乗せれるか。赤い、ダブル来い。よっしゃ、ダブル、いいよ。おお、またダブル。フリーズ、フリーズしてくれよ。失礼。いやー、なかなか。まあそんなね、大したフリーズではないけど、やっぱ欲しいよね、絵のこと考えると。そうですね、でも80でかいですけどね。いや、十分でしょう。はい、いやめっちゃ楽しいな。なんでこんな楽しいんだろう。こんだけいっぱい乗ったっていうのもありますけど、この ARPG の音楽、これが
テンション上げるもん。何この楽しさ。ちょっと恥ずかしいぐらい今テンション上がってますね。これ本当に。なんか友達とかだと隣で打ってたら俺すごい騒ぎながら打ってますね。これ。おお3つ来た。これ決まるよ、眉毛コール。かわいい。あれ、ジャクチェ眉毛。オッケー、10ゲーム取った。いやー順調ですね。このまた上からマリコ、この曲もいいんですわ。別になんか AKB のファンとかではないんですけど、やっぱ歌はいいっすよね。みんなでカラオケとか行くとやっぱ歌うもんね、盛り上がるんですよ。男同士で行っても AKB 歌ったら盛り上がりますか。自分のテンションを抑えるのが難しいっす。やばくないですか、上からマリコからのフライングゲット。合わせんなよもう。うわ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 。疲れてきてる。アホだろ。うわやばい、100超えそう。全長がない。あお、かわいい眉。さあ100ゲーム超えましたね。こっからが AKB のしんどいところ。これ100ゲーム超えるともうボーナス当たんねえもんな、これな、本当に。もう強チェ、強チャンスメで刺すしかないですね。マジ地獄だもんな、100ゲーム超えてボーナス来ないと。え、誰がですか、俺ですか、マユですか。マユ別に好きではないです。前はパルルが好きでした。はい、なんかそうです、前の黒髪の頃のパルルが好きでした。今は今さくらたんです。なんとかさくらっていう子がいるんです。はい、ショートカットのあの子は最近は。なんか誤解を与えるかもしれないけど、そんな好きではないですけど。どう、うん、そうですね、まあ駅民の中だったらさくらたん、びっくりした時の顔が可愛いんです。逆押ししないよね、本当に ね、 そうですね。1枚取らないんだ、プロなのに。ちょっとトゲがありましたね。花でスイカこぼすんだから、もう1枚なんか狙う人ないか。確かに。うわー、オラ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 。あ、まるる、ま、まゆ、全部かぶってた今。準備は満タンだぜ。48。やっぱ100超えると厳しいな。さあ全長来てますけど、あんまり強くはない。でも長い。24。おお、いったいった、やった。何ゲームだ、310ゲーム。当たりました、やった。ジャクチャン攻めで刺したんですかね。かね、はい。いやもう100ゲーム超えるとボーナス来なくなるから、これは嬉しいね。かなりありがたいですね。さあ今回はじゃあ、まあ、
鉄板のフライングゲットを完全告知でいきましょうか。僕フライングゲットが一番好きっす。俺もフライングゲット好き。はい、完全告知も好きだし、曲も好き。この PV も、あ、そうです、はい、うん、めっちゃわかります。さあ残念ながらフライングゲットならず、一回も俺は来なかったっすね。おお、びっくりした。これ熱そうだろ。完全に今までと高見田の掛け声が、気合が違いますよ。うわ、ちょっと復活してる。あれあれ、いや気持ちはだから確定ですって乗せ、いけいけ、よし、マイユー、別にマイユー好きじゃないって言ったじゃないですかさっき。もうなぜか絡むかどうか。おー、ありそう。来い。あー、復活。よしよしよし、まだあるまだある。これ何回同じこのパターンやってる俺。あー、これあるある、これある。さあここで、あれでも赤文字来いよ、赤文字。あれ白文字大丈夫かな。わー、あダメか。だけどこんなもんじゃないの。ほんと演出の強弱だ。演出バランスすごい悪いよね、けどね正直。はい、いやー終わりましたね。うわ、すげえ、まくった。40ゲームで、1355枚と1500枚ぐらいいなかったかな。ちょっと残念ながらいけませんでした。さあ、ここにちょっと即やめしましょう。でこの台で投資が、350枚で回収が1350枚ということで、この台ではまあ約プラス1000枚ぐらい浮いて、でさっきの花々で1000枚使ってるんで、最初の花の100枚ぐらいが浮いてるような状況ですかね。まあ、一応プラスはプラスでまくったと思います。この後の展開ですね、まだ時間あるんで、打つ台探したいと思います。はい、先ほど流した AKB の出玉ですね、1374枚ということで、まあ、さっきの AKB ではプラス1000枚ちょっと浮いたということで、であの後ですね、ちょっと 4,50 分、ホール動い回ってたんですけども、花々のいい台が開いたんでちょっと移動してきました。キング花々ですね、今確率がこんな感じになってます。めっちゃいいっすよ。今2145ゲーム回ってて、ビッグ15のレギュラーが8と、特にね、履歴というよりも完全に数字で選びました。出てる台ですね。いいなこの台。はい、ナイスだね。はい、完璧ですよ。店内の状況は本当出てる台はしっかり出てるんで、設定入ってるところにはちゃんと入ってると思います。ただね、その場所的な傾向は今のところ見えてこないんですよね。今までのところで言うと、まあ、その今日は角中肘に入ってるのかなとか思ったんですけど、なんかそういうわけでもなく真ん中ぐらいにも入ってるし、まあ、履歴的には回数ついてない台とか、まあ、中途半端についてる台とかいろんなところでちょっとあちこち出てるんで、まあ、とりあえず現時点で、打てる台はこの台ぐらいしかないんで、ちょっとこの台を打っていこうと思います。いやでもこの台も結構紙一重だった。キープしたのも、こう打ってる人の顔を覚えてたんで、ちょうどねその方がメダルを流されてたのを確認して、あ、さっきあそこ打ってた人だと思ってパッと急いできたらまだ空いてたんでキープできましたけど、もう本当
10秒20秒遅かったら他の人に取られてたでしょうし、よかったな、ホールをぐるぐる回って出てる人の顔を見てたのが。いやでもまだこの台でねしか出さないといけないからな、早いんだよいつも。とにかくちょっと手通しで当たってもらいたいね。しばらくあの花の光に出会ってないのと、今日ちょっと投資が結構座ってからの投資がかさんでるんで、早めに当たってちょっと、まあ、バーッと出なくてもいいけどちょっともみもみ遊びたい。おっしゃー、ほんと、あ、2000円だ、2000円、投資2000円。いやー嬉しい。おー、アメリカだ。いやー嬉しいですね。あー、ダメだ、投資3000円になりました。1枚足りなかった。さあ投資3000円、打ち始めが102ゲームから打ち始めて、177ゲームでビッグを射止めました。前回のガチサバも花打ちましたけど、あれがドラゴン花花3連がマックスだったか。4連5連とねやっぱ連チャンさせたいですよね。やっぱね連チャンさせないと A タイプは。おおし早い、よし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 、33ゲームビッグです。もう積もったとか言わないから、もうねちょっとトラウマになってる。あれ言うとダメだ、光んなくなるもん。コーヒーレディの女の人の足見てたら光った、細いなと思いながらね。あーレギュラーだ、くそバチ当たった。あーレギュラー、はいビッグ、43ゲームでも、なんと不思議なことにね名古屋駅にはあるんです。ピンク狙うか、レギュラー、よしビッグ61ゲームいいですね。ってんな、最強っすよこんな。すげえなこれ。めっちゃ楽しいやつっすよ。すげえ。負け。早く光りそうな予感がする。たまにねこういう感覚に襲われる時があるんです。もうフラグにしか聞こえないんだけどさ。いつも最後たまるんだよな。前ここで自制した時も最後ハマって終わったんですよ。チャンス、よっしゃやったこれで気持ちよく、うわーレギュラーだ、やられた最後。さあ363ゲーム、実戦時間ちょっと、来たんでこれでやめたいと思います。はい、じゃあ実戦時間終了ということでこれでやめたいと思います。お疲れ様でした。はい、それでは、ちょっとホールの方を見て回りたいと思います。ニューキングハナハナ真ん中2台結構出てますね。
右が146分の1で左が120ちょいかな121分の1、6ありそうな感じですよね。最初はこっちの島が全台形ありそうなんじゃないかと思ったんですが、蓋を開けてみたら全然そんなことなかったですね。で、あと反対側の島、この733番台こちらの台が今6000ゲーム近く回ってガサが131分の1出てますね。あれ打たれてるお客さんは常連さんですね。よく見かけるお客さんで、こちらの方も常連さん、すごい120分の1合算。こうやって見るとやっぱ回数ついてないが、ついてない台が比較的上げられてたのかな。この台も前日前日回数ついてないですもんね。すごいですね、合算106分の1。でこれがさっきまで僕が打ってた台でも、これはね別に前日前々日、まあ前々日は解説ついてないですけど、昨日はこんなことないですもんね。さあ鳳凰の島に来ました、この台が一番出てるかな、801番台、6000ゲーム近く回ってビッグ24のレギュラーが19、合算が136分の1ですね。おお、これはありそう。朝からずっと同じ方が打たれてますね。おお、セイントセイヤがすごい出てますよ。一撃で今6000何ゲームだ、6800、もうすぐ7000枚に到達しようかというところですね。これは相当俺のコスモが思い浮かばなかったです。俺のコスモがまでし、はい、一通り見て回ったんですけど、まあ、やっぱり30杯強いですね。花々特に、ニューキング、キング、そしてクイーン、この辺はもうしっかり設定入ってる感じします。で設定状況的にはなんか中間を散りばめるというよりも、メリハリつけているような設定配分で、もう出てる台は出てるし、出てない台は出てないというような感じで、どこに入ってるかねちょっとよく分かんないんですけど、まあしっかり出てる台を見ると、まあ回数やっぱ前日全然ついてない台に比較的入ってるのかなというところで、こんな感じですかね。出玉は30杯の出玉はかなりいい感じになってたと思います。はい、お疲れ様です。ただいま実戦の方終了いたしました。それでは本日の結果から発表したいと思います。本日の総投資が2050枚、そして総回収が2730枚ということで、本日の結果はプラスの680枚になりました。勝ちはしたんですけども、プラス5000枚の壁は突破できなかったので、階級はそのままということになります。はい、それでは本日の振り返りやっていきたいと思います。1台目花々鳳凰を打ちました。まあ、打った理由が、寝台でちょっと動画で見せたいなっていうところと、あとはまあ花々系こちらのホルタ強いんで、まあ10台入ってるうち1、2台は当たり台あるだろうということで、打ってみました。で、まあ、加藤さん打ったんですけど、まあ、角付近入るんじゃないかなというところで、角には埋まってたんで、まあ、角さんを打ちました。空いてたんでね。でこれが結果的に投資550枚使って、回収が660枚と、1112ゲーム回したんですけど、まあ、ビッグが5回レギュラーが1回でビッグに偏ってくれたんで、まあ、それで浮いただけですね。で現状今合算180から190ぐらいで放置されてましたし、まあ厳しいかなと、多分積もってはなかったと思います。はい、で先ほどの鳳凰を打ち終わりまして、2代目ニューキング花々、これ打った理由はもうあの島がね、あの時異常に出てたんですよ。で、まあ、そういう全体気をするようなホールさんではないっていうことは頭の中では経験として分かってたんですが、あれをね目にするとね、もしかしたらあるんじゃないのかって思ってしまいまして、罠に引っかかりました。でこれがですね、1000枚使ってビッグ1回しか当たらずということで、もう完全にねこれはねやめ時も良くなかったですね。875ゲーム回してビッグ1回マイナス1000枚、これでもう1台目、まあ、ちょっとプラスだった分も
亡くなって負債を抱えることになりました。はい、そして乳銀が花々打ち終わりまして、3代目 AKB ですね。これはですね、比較的すぐ見つかりまして、303ゲームで当日のボーナスで置いてたんですよね、置いてあったんですよね。で、前日が130ゲームと。で、今日の AT、ART 機の状況を見てると、まあ、ほとんど据え置きだったので、まあ、この台も据え置きであろうというようなことを考えて打ち始めました。で、これがですね、やっぱり据え置き挙動で、まあ、当たったんですけど、まあ、動画見ての通りかなりいい展開でですね、まさか ART 中の AKB ボーナス中にレア子役から2回も超絶サプライズコンボ、これですね、いや、お見せしましたね。今日はここが一番の見せ場だったんではないかなというふうに思います。で、これが、まあ、投資350枚使って、回収が1375枚、いや、2代目のマイナスをしっかり取り返して、なんとかね、形にすることができました。はい、そして、最後ですね、キング花花、こちらの台は、まあ、AKB 打ち終わりまして 4,50 分うろうろしてましたかね。ちょっともう時間的に夕方になってお客さんも増え始めて、で、花花系やっぱ A タイプ上手い人が打ってるんで、これはちょっともうこれ以上立ち回るの難しいかなと思ってたところ、奇跡的に空きましてですね、打ち始めたのが2145ゲームでレギュラー、ビッグ15、レギュラーが8と、かなりね、合算いい台でした。でも完全に履歴打ちですね、ホールの状況が良かったんで、履歴打ちでこれ打ちました。で、これがですね、まあ、ちょっと出てくれて、150枚投資の開始が696枚ということで、プラスを上積みして、本日は終了することができました。はい、それでは本日のまあ感想なんですけども、久しぶりにですね、もう半年以上打ってなかった AKB 打てて、しかも結構出たんで、いや、あれは楽しかったですね。久しぶりになんかこうテンションがガチサバで上がりました。で、あと、まあ、寝台の今日花々の方を打ったんですけど、あれは面白いですね。ちょっと前作のニューキング花々は個人的にあんまりこうグッと来なかったんですけど、方はね、ちょっとね、もっと打ちたかったですね。今日はちょっと朝一積もれてなかったと思うんで、なかなか打たなかったんですけど、もっと打ってちょっといろいろ語りたかったなと。まあ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 、花なんでね、またガチサバでどっかで打つ機会あると思うんですけど、まあそれを楽しみにね、したいと思います。まあ今日はとりあえず勝ちはしたんですけど、まあ立ち回りもね、まあ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 微妙なところあったんで、まあ次回にまた生かして頑張っていきたいなというふうに思うんですけども、やっぱネックは5000枚ですね。やっぱ比較的撮影も東海地方が多いんで、花を打つこと多くなってくる、多いと思うんですけど、5000枚でなかなかやっぱ厳しいっすわ。あんまりね、意識せず、やっぱ一個一個しっかり勝って、チャンスがあれば狙っていくようなスタイルで、うん、今後もやっていきましょう。それで、今日はとりあえず勝ったんでね、また次回、しっかり勝てるように頑張りたいと思います。それでは、第36回ガチサバ、これにて終了です。さよなら。はい、第36回ガチサバーが終了したわけですが、どうでしたか、ごしゃんさん。僕もここ前1回しか来てないんであれですけどね、はいはい、まあやっぱちょっとね、5000枚チャレンジがあるとはいえ、まあ一番力入ってるのが花だから、まあそこ行ってね、朝一も積もれなかった時点でも多分5000枚無理だろうからね。まあ確かに、うん、まあ、AKB でちょっとプチ事故にはあったけど、まあ、だったら ATRT 行けよっていう多分思う人いると思うんですけど、僕も一回行った感じだとちょっとそっちだと相当厳しいと思うんですよね。そういうオルさんと、そう、事故らせるしか可能性がなさそうな感じがしたんで、前は僕行った時はね。でもですよ、花の6積もれば5000枚、まあ、積もればね、はい、全然見えますからね。けどそれを1日まず打ち切らなきゃいけないし、あ、そうか、実践時間の兼ね合いもあるのか。うん、そうですね。なんでまあちょっと、まあせめてドキドキだったかなっていう気はするけど、まあ負けたら負けたらそれまた下行っちゃうからね、そうなんだよ、そこなんだよね。まあ僕はまあ印象に残ったのは一発目のスイカをこぼしたって、まあ、それだけですね。あれはもうやっぱさすがというか、いやもう普段どんだけこぼしてんだろうな。はい、まあカウントしてほしいですね、生涯スイカこぼし。そうもったいないよな。はい、いやでもこぼしがなかったらサトシさんじゃないんで、はい、いやいや、そこは曲げないでほしいです僕は。いやダメだよ、こぼさないで 打たなきゃダメだよ、プロなんだから。プロなんだから一枚役もきっちり取らなきゃダメだよ。はい、でも次回も5000枚チャレンジ、できますので、
37回期待してですね、はい、はい、それでは36回ガチそば終了です。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。鼻打ちで鼻打ちたいですね。鼻打ちで本当に面白いですよね。うん、